カウナ係へようこそ。ご覧いただいている画面なんですけれども、これはですね、私の、オートビデオブログ、ヌードルズなんですけれども、このサイトを使ってちょっとご説明したいんですけれども、このサイトにあります一つ一つのビデオですね。はい、これはですね、一つ一つのこのビデオっていうのは投稿の機能を使って投稿しております。この投稿記事ですね、この投稿記事をですね、あなたが、抽出した他人の Facebook ページに投稿を自動投稿していくといったツールになります。もう少し具体的にお話ししたいんですけれども、まずですね、セッティングがあるんですけれども、Facebook のアプリケーションキーと Facebook のアプリケーションシークレットキーを入れます。そしてですね、あなたのページ、あなた自身のまず Facebook ページを作っていただきます。私の場合、ヌードルズっていうページを作ったんですけれども、いくつも、ページがある場合には好きなページを選ぶと。ですから、この投稿と、基地となるあなたのページっていうものをまず設定していただくと。そして、時間ですね。日本の場合にはプラスの9と。いうまず時間設定で保存していただくと。そしてクローンジョブなんですけれども、こちらコマンドがありますので、こちらをあなたの C パネル等でですね、あなたのサーバーのクローンジョブ設定で行っていただきます。この場合ですね、ちょっと気がつくと思うんですけれども、通常の HTTP の前にですね、ちょっと英語の文字がいろいろ入っているんですけれども、この文字が入っているためですね、外部のクロンジョブオルグなんかでの設定はできません。あなたのサーバーのクロンジョブ設定を行う必要があります。これはあなたのですね、サーバーの会社とお話をしていただきたいんですけれども、これだけの事前設定をします。次のプロセスなんですけれども、まずですね、キャンペーンを作る。キャンペーンっていうのはいくつでも作ることができます。例えば、あなたのキャンペーンの一つ目が、今回ラーメンなんですけども、塩ラーメンだけとか、例えば東京都だけとか、何らかのキーワードですね、こちら一番上にですね、キャンペーンの名前を入れます。その後、10個までキーワードを入れられますので、とにかく絞り込んでいくと。そしてですね、次のプロセスとしては、ファインドページ、ページを発見というタグをクリックしていただきます。そして、フェッチページっていうボタンをクリックするとですね、もう自動的にですね、そのキーワードが、事前にあなたが入れたキーワードが入った他人の Facebook ページがダーッとリストになってきます。あなたの入力したキーワードがですね、非常に、例えば広範囲にわたるもの、例えば単純にダイエットとか、そうした場合ですね、もうずっとぐる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 回り続けて、ものすごい量のページを吸い取ってきます。ですので、できる限り絞り込んだ方がいいと思います。そして、あなたの候補となるページをですね、一件一件全部チェックしていただきます。そして、このページだったら自分と相性がいいな、このページだったら投稿しても大丈夫だろうなとかっていうチェックを入れてですね、オンオフで表示、非表示というふうにしていくことができます。ここでですね、まずあなたがもう吟味すると。あなたのターゲットとなるお客様のですね、ドアを必ず開けるんですね。もう投稿することができますので。ですから、吟味すると。そして、できればですね、一度に、設定する、送信設定する、Facebook ページは50箇所以内に、収めることが推奨されております。そしてですね、ページの選定が済んだらですね、次はコメントタブをクリックするとコメントなんですね。これどういうことかっていうとですね、例えばあなたの投稿ですね、どういうものを投稿できるかっていうのはこれからお話しするんですけれども、投稿をした後に、誰かがコメントをすると。そうすると、そのコメントに対して自動的にですね、あなたの事前定義したコメントを入れていくと。事前定義する数はいくつでもできるんですけども、20程度が推奨されております。そうすることによってですね、ただ単純にあなたの、投稿が行われるだけではなくですね、誰かがコメントするたびにあなたのコメント返しをしていくと。そうすることによって、より露出が高まります。どんなものを投稿することができるのか、ちょっとこちら見ていただきます。
はい、これ記事なんですけども、ヌードルズの記事にですね、もうすでにタイトルが入っています。このような記事ですね。こちらをスクロールダウンしていきます。はい、するとですね、このようなコーナーが現れます。もうすでにですね、ブログのタイトルがカスタムメッセージとカスタムタイトルにもう自動的にもう入力されています。そしてですね、カスタムイメージなんですけれども、こちらの右のですね、アイキャッチ画像が自動的にこちらに入ります。もし、あなたの投稿にアイキャッチ画像がない場合にはですね、別途アイキャッチ画像をこちらに入れていただきます。そしてですね、カスタムディスクリプション、何か説明文が必要な場合には説明文をこちらを入力することができます。ステップ2なんですけれども、こんなような感じですね。ヌードルズっていうのが私の独自のページです。そして今こちら、カスタムメッセージ、カスタムタイトルがこちらに入ります。もちろん説明文を入れる場合には説明文と。そしてステップ3なんですけれども、まずですね、あなたのキャンペーンを選ぶと。ここで例えばラーメン、そして Get Me Traffic のボタンをただクリックするだけなんですね。そうすると、もう自動的にですね、あなたが事前に抽出して、もう選定した他人の Facebook ページにどん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 もうそこに投稿されていくと。そして先ほどお話したように、その投稿に対して誰かがコメントをすると、またあなたの事前定義したコメントが自動的に入っていくと。これはですね、一件一件の記事に対して投稿することができます。キャンペーンはですね、いくつでも設定することができますので、よりターゲット化した、よりですね、自然なですね、ターゲットを選んで、そしてコメント、そして投稿記事、これらはですね、非常に強力なんですけれども、一歩間違えるとスパムになります。ですので、よくですね、考え、吟味し、反感を買わない、どのようにしたら効果的に、この強力なツールを使えるのか、ぜひですね、慎重に、まずは計画を練って、計画を練って十分に吟味したら、まずはテスト的に、少数のページへ、テストすると。そしてそこで良い結果が出たらですね、もう一気に攻め込むと。オフラインの世界で言えばですね、飛び込みのピンポンでブロックされるんではなく、必ず中まで入れると。これ以上強力な武器はないと思います。ただ反面、先ほど申し上げた通り、相手側の心情っていうものを考慮する必要がありますので、ぜひですね、戦略的に使っていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。